皆さんおはようございます。2020年9月の25日金曜日、雨、わあ、すごい雨になってきました。これはやばい、傘持ってくるべきだった。おはようございます、ごきげんよう。これ帰ってあれしないと、今風邪ひくと大変ですもんね。今日一番目は B の一番目はですね、おはようございます、ごきげんよう。組織を揺らしてはならない、これ1990年代の終わりぐらいから組織の改変、それに地道を上げる人たちが出てきましたね。で、地方もそうですね、官から民にとかですね、適当なことを言って公益を私物化していったわけですね。で、それは例えばデジタル庁について言うと、私も総務大臣でしたから、それ方向間違ってますよ。今更デジタルなんて話じゃないし、中央政府の情報の標準化、あるいは ICT ブロックチェーン化、 IoT AI 化、これだったら分かりますよ。でもそれは組織をいじんなくていいわけです。地方もですね、やたらと組織をいじる首長がいますよね。で、この危機の時に組織をいじるとどうなるか、大学もそうですね、一番大事な時にですね、独法化していくわけですよ。で、独法にその教授の皆さんの、あるいはその知的財産生産する人たちの力が、やっぱりそれものすごく注がれるわけです。話し合わなきゃいけない、いろんなことやんなきゃいけない。組織を変えるなって言ってませんよ。でもこんだけの危機の時にそれをやればどうなるか、力が分散するじゃないですか、そっちに取られるじゃでしょ。だからダメなんですよ。大阪の方の大阪都構想についても、今日私のシンクタンクというかブレーンたちとですね、話し合いをします。吉村さん誠実な方で、私に答えを返してくれましたね。私が言ってるのは今日だと、自分たちは大阪都構想は今日を変えるということで考えてるんじゃないんだ、誠実な方だなと思います。もう一人の市長さんが大阪都構想の住民投票に敗れたら辞めるとおっしゃってますが、私それはご自身の政治的な身体だからあれだけど、私は吉村さんの方を支持します。加藤が負けようが知事を続けていくと、それはそうです。今改変されてリーダーを変えられたら、そう困るでしょう。今非常事態なんだから。だから松井さんとのことを言う気はないけども、しかし本当にそんだけ自信があるんだったら、自分の信任投票みたいなことに持ち込まないことですね。それは政治家としての誠実さっていうのは吉村さんに非常に感じますね。ヨード賃金のポピオンヨードの話はまた別ですよ。あれ雨がっぱもそうですね。いろんな失敗もあるなと思うけども、しかしじゃあなんでその大阪市をですね廃止するのか、都構想とは何なのかといったことも今日この後さらに明確にしていきたいと思います。で、組織を揺らすんじゃなくてですね、何をやるかっていうと、人をに資源を投入するんですよ。私が総務大臣の時も1.1 兆円、地方交付税を増やさせていただきました。 1.1 兆円、あの時ですね、民主党政権でちょうど小沢幹事長に説明に行った時にですね、私の前に財務省の、もう名前は言えませんけども偉い人がいてですね、目の丸い暴れん坊の総務大臣を何とかしてくれって小沢さんに言ってたんですね。で、小沢さんその時私にですね、いいことを言ってくれたんですよね。原口君、なんとか君が君のことを暴れん坊と、で、もう暴れん坊は昔からなんです、別に不正義のために暴れてるあれもないし、地方の自立地域主権改革のためにやろうとしてるわけですね。で、でもこういう当時は抵抗勢力って言いましたけども、抵抗する人たちの力も
合わさるようにせんといかんのよっていう意味のことをおっしゃったんですね。非常に、まあ、小沢先生とはですね、今まで6回くっついたり離れたり、まあ本当に自分の人生を、政治家人生を考えると生みの親とくっついたり離れたり、もうこれが最後にしたいですね。でも本当に優しい方でですね、心から敬愛してます。だからその時に何をやったかっていうと、地方が疲弊してる、三位一体改革って言ってですね、小泉竹中改革で、そのもう合併すればいいんだと、逆なんですよ。小さな単位で住民の方々に近ければ近いほど力が出るわけです、公は。でそれをまとめちまった、機械とか工場じゃないんですか、人は。でそれで例えば地方のですね、自治体病院も疲弊をしてました。でそこで 1.1 兆円を地方交付税にプラスするなんていうのは、まあ当時のリーマンショックのあの状況から言うと、もうどうかしたかと言われるぐらいのものでした。しかし私はそれはとっても良かったな、総務省の政務三役が強かったのと、まあ素晴らしい人材でしたからね、渡辺修君、内藤正光さん、品武さん、大阪誠二さん、そして小川淳也さん、それに長谷川健生さん、もう すごいとしか言いようがない、まあ僕以外ですね。でそういう人たちと政府税調会長代行、つまり政府の税調のトップだったわけです。だからやれたんですね。でも嬉しかったですよ。ある北海道の小さな空港に降り立った時にですね、そこの町長さんがおられたんですね。駆け寄ってきてですね、抱きつかれたんですね。これで助かりました、これで私たちの町の人たちを助けることができましたって言われた時にジーンときましたね。だから新自由主義者の改革、嘘ばっか、しかもすぐ組織、すぐそのシステムに逃げるわけです。やる本質が見えてないからです。特にこんな危機の時はやっちゃいかん。でそこでまた驚くべきことを、私たちもベーシックインカムを言ってきたけど、ベーシックインカムを入れて生活保護、それから年金をなくす、それどういう時間軸で言ってるんですかね、竹中先生。もう私も自分の選挙の時に何回も相手に来られたからそう言ってるんじゃないですよ。だけどいい加減にしてほしいですね。でこんなにみんなが不安な時に、で菅内閣のブレーンって、菅さんは竹中さんの総務大臣の時副大臣ですよね。まさにこの菅内閣のむき出しの新自由主義、これの本質を言ってるような、7万円でどうやって生きていけます、年金払った分どうなります、生活保護、自分で暮らすことができない、難病があったりですね、障害があったり、さまざまな問題があるから生活保護になっておられるわけですね。日本は生活保護受給の不正受給を取り立てて言う議員がいましたよね。で権利としての生活保護を、そういう人たちがいるから受けられずに亡くなる人、苦しんでる人の方が多い、私は思いますよ。だから明るくあったかい政治のためには、こういうその暗く冷たい、みんなを怖がらせ、みんなを不安にさせ、みんなをですね追い詰める、そのお金どうするんですか、どこに持っていくんですか。昨日もこの気象庁のねホームページに広告枠、気象庁のホームページ見てみんながその自分の命を守るとかやるわけでしょ。なんでそこに広告出さなきゃいけません。気象庁にそんなことをさせてる政治はおかしいと皆さん思われませんか。さてもう雨がですねバンバンに降ってきましたんで、これで最後にしますが、昨日のこれ面白い犬のこれ結構でかい、でかいですよ、これ犬の足型、これ靴変えんという感じですね。原口さん服どうしてますかと
言われて、あんたなんか同じ服をいつも同じあのカッターですね、ちゃんと洗濯してるんですよ。あの前はもう一回一回クリーニングに出してましたけど、今は携帯安定のシャツでですね毎日洗濯して、だからあの洗濯が完成したものはそのまま着ますから、昨日と今日が同じシャツであってもちゃんと綺麗に洗ってるわけですね。のことでした。で、昨日のヒアリング、いくつも新たなことがあの分かりましたね。で、持続化給付金については昨日ああやってやりまして、早稲田さん、阿久津さんいいですね。私新しいこのあの立憲民主党になって、本当にこう一生懸命やる議員さんたちがまた一定の数ですね増えたんで、すごくあの喜んでます。ヒアリングでですね、ああ自分の党の人間どれぐらいいるかなって不安にならずに済むんですね。で、昨日のヒアリング、いくつもいくつも宿題があって、これあの国交省の GoTo キャンペーン委託がもう4割以上でしたね。しかもあのその委託の中身どうですかね、本当にその近場のですねあの高級なところに行くことに 使われてるという調査がありますと。で、その調査もびっくりすることに、自分たちの調査じゃないじゃないですか。自分たちが調査したものはまだ出せないっていうわけでしょ。一体それ何なんだよって思いますよね。そんなお金あるんだったら気象庁に金使ってくださいよ。それからあのステージですね、ステージがいくつなのか、今日47都道府県のステージとあの方がおっしゃってた指数が出てくると思いますけど、それって普通開示されてなきゃおかしいでしょ。いや、それ計算すればすぐ出ますっておっしゃってるから、今日出てくるまで佐賀に帰りません。あのぜひですね、これあの役所の方々もお聞きになってると思うから、皆さんの仕事を助けようと思ってやってるわけです。っていうのはこの感染がどんどん広がっていけば、税収もそれから暮らしも命も守れないから言ってるわけです。命が一番大事です。だそして昨日あの私はあの大門未来さんのですねあの時系列に沿って昨日あの消費者庁の方に、あの方最初ものすごく協力的だったけど、もうある時からあのもう言わないと、間違ってないと、もうそれしか言わなくなってきたんじゃないですかね。で、あの方を責めてんじゃないですよ。だけど時系列で見ておかしなことがいっぱいある。さっき A でも申し上げましたけども、なんで検査に立ち入り検査に入らなかったか、なんで単に行政指導で止めてるのか、なんでその立ち入り検査をしてからも処分まで延々と時間稼ぎをしたような形跡があるのか、なんであのいつその債務超過、最初からあれモデルを見てみると債務超過じゃないですか。私ね、これいろんな財団とかとの関係もあの調べていかなきゃいけないなって思ってるんですね。で、昨日もあの後いろいろ協議をしましたけども、本当にその被災地のですねご高齢の方のをその甘い言葉でですね、そのやってもう生活もできなくなってる、それおかしいでしょ。いや、そんな何千万もね投資する方がおかしいよと、そんな金あの普通の庶民はないよと、それはそうですよ。だけどその賠償で得たお金、そこを狙ってる、それ二重三重に悪質じゃないですか。で、私は次ですね法務省にも来てもらって法的な、解釈、昨日あの湯野木さんが、悪いと思って告発しない、
見て見ぬふりをするっていうのは、それは何の罪に当たるんだと。国家公務員は告発義務を負ってますからね。ましてや検査機関がそこから天下りをしてですね、そして手心を加えていたんじゃないかっていう内部文書、これ何回前のヒアリングでやりましたかね、しっかりと明らかにしたいと考えてます。そしてもう一個不思議だったのはログですね。つまり桜を見る会の60番、名簿、それはどうなってんのかと聞いたら、調査してないっておっしゃったでしょう。え、調査してない、じゃあログはどうだったんだと。ログは安全保障上見れないって言ってましたね。じゃあ誰がそのログにアクセスする権限を持ってるんだと。そんなね、桜を見る会の名簿を見たらね、国家の安全保障が破られるなんて、そんな恐ろしい国にいたら不安でたまらないじゃないですか。今もイージス・アシュアこれ断念したと思ったら、今度はなんか駆逐艦に乗せる、あるいはタンカーに乗せるとか検討してるんですか。もうやめろよと。それだったらイージス艦でしょ。もう本当にね、どうかしてますよ。尻尾を巻いた傀儡保守、これをやっつけないかんし、ログの話も結局は、まあ、あの方もたまたまこの職にいて説明をできないことを説明をしてしまってるんですけども、いやー、ありえないですよね。ログを調べないでその文書がなくなったっていうのをどうやってわかりますか。見てないわけでしょ、調べてないわけでしょ。あの方にアクセス権限あるかどうかさえわかんないでしょ。だから、あ、やっと雨が止んできました。今日はこうやってバラを濡れたバラをこうやって雨に濡れたバラを雨に濡れた原口和弘映してるわけですけど、もうちょっとそろそろ帰りますね。帰って、あ、雷だ。雷はいかんですね。雷はいかんです。じゃあ皆さん今日も良い一日を。でも本当にいい日でした。帰ったらまだいらっしゃいますかね、大将。大将、警察皆さんも頑張ってくださいね。この新型の中でもう緊張緊張だと思います。国民を守り、安全を守り、平和を守る人たちをしっかり支えていきたいというふうに思います。じゃあ今日は何色のバラでごきげんようしますかね。いや本当にたくさん、あ、白で、白がいいですか。じゃあ白、これですね。これでごきげんようです。じゃあ良い一日を。ありがとうございました。ぜひですね、佐賀の方も、それから全国の今サポーター講演会、立憲民主党頑張ってますんで、よろしくお願いします。